こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？YouTube にね、どん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 動画を投稿していく、そしてその動画をね、多くの視聴者、ユーザーの皆さんが見ていただくということで、動画投稿者と視聴者の皆さんとのコミュニケーションをね、図っていきながら、まあ自分のチャンネルを大きくしていくということが、これ大きな目標なのかなと思っております。そのためには、まあ、より良いコミュニケーション、より良いコミュニティを作っていく必要があります。今回はね、その YouTube のコミュニティの設定についてお話をしていきたいと思います。クリエイターツール、ダッシュボードの画面です。こちら、コミュニティをクリックします。はい、コメントの画面に切り替わりました。そして、ここ、コミュニティの設定をクリックします。はい、コミュニティの設定の画面に切り替わりました。何項目かありますが、まず最初、自動フィルター。新しいコメントやメッセージを自動的にフィルタリングします。その右側、詳細、クリックします。YouTube ヘルプのチャンネルへのコメントを管理するページにジャンプしました。こちらはね、後ほど、ゆっくりとご覧ください。戻ります。はい。まず、承認済みのユーザー。ユーザーを承認するには、コメントページに行きます。ここのコメントをクリックします。そうしますと、いくつかコメントがありますね。例えば、この一番上のユーザーを、承認する場合、この右側の旗のマーク、ここをクリックします。そして、このユーザーのコメントを常に承認する。ここをクリックします。はい。そして、コミュニティの設定に戻ります。はい。そうしますと、承認済みのユーザーに追加されました。これで OK の場合には必ず保存をします。はい。そして、非表示のユーザー、このユーザーのコメントを表示するのは嫌だといった場合にも、このコメントページをクリックして設定します。例えば、このユーザーからのコメントは、表示したくないというんであれば、同じく旗のマークをクリックして、このユーザーのこのチャンネルでのコメントを非表示。ここをクリックします。はい、非表示になりました。そして、コミュニティの設定に行きます。はい、そうしますと、ここに、ユーザーが追加されますんで、これで OK であれば保存をクリックします。はい、保存されました。その下、ブラックリスト。これらの単語にほぼ一致するコメントは、確認のため保留されます。これらの単語に一致するライブチャットは、ブロックされます。ということで、このボックスにね、ブラックリストになる言葉、この例として変えてますけど、まあ、これ以外にもね、いくつかコメント、単語があるかと思いますんで、ここに記入していきます。例えば、暴力、犯罪、嫌がらせ。単語は、カンマで区切って登録していきます。このようにしてね、ブラックリストを作っていきます。これで良ければ一度保存ボタンをクリックします。はい。その下、カスタムを設定するってありますが、以前 YouTube 簡単使いこなし、第41弾の動画でご紹介しました。その時は、ハイライトを設定するというタイトルでした。ハイライトというのは、コメントに色をつけて、他のコメントとは区別するという意味で、ハイライトを設定しておりました。今回ね、そのタイトルがカスタムを設定するに変わっているんですが、何のカスタムを設定するのか、説明がありません。ただし、項目は以前と同じです。チャンネル登録者が500人以上のチャンネルからのコメントとメッセージ。2番目、熱心なファンからのコメントとメッセージ。そして、チャンネル登録者からのコメントとメッセージ。
人気のあるコメントってあるんですが、これもね、まあ以前通りハイライトを設定するのかなというふうに思います。その下、デフォルト設定、新しい動画へのコメントということで、コメントをすべて許可する。すべてのコメントを保留して確認。コメントを無効にするという設定ボタンがありますんで、ご自分で、どれか設定してください。チャンネルへのコメント。コメントをすべて許可する。すべてのコメントを保留して確認。コメントを無効にするとありますんで、こちらもね、ご自分で、適当に設定します。その下、チャンネルのクリエイタークレジット、すべてのクリエイタークレジットを許可、クリエイタークレジットをすべて保留して確認とあります。こちらもね、チェックします。で、一度保存をします。で、この、チャンネルのクリエイタークレジットなんですが、こちら、クレジットをクリックします。そうしますと、クレジットの画面に切り替わります。まだ表示するクレジットがありませんと書いてます。詳細をクリックします。はい、YouTube ヘルプの動画のクレジット表示に画面が切り替わりますが、ここ、現在クレジット機能は、チャンネル登録者が5000人以上のチャンネルでご利用いただけますと書いてますんで、現段階ではね、このクレジット、さっき紹介しました、一番下、チャンネルのクリエイタークレジットに関しては、5000人以上の方はね、該当しますけど、それ以外の方はね、ここはあまり関係がないのかなというふうに思います。またこの、YouTube ヘルプをゆっくりとご覧ください。はい、ということで、今回は、このコミュニティの設定についてお話をしました。特にね、この自動フィルター、少人数のユーザー、非表示のユーザー、ブラックリスト、かなり使えますんで、コメントで困っている方はね、この付近の設定を行ってみてください。それでは、今回は失礼します。